皆さんこんにちは、カイです。今日は観葉植物を買ったはいいけれど水やりの頻度がわからない、どのくらい水を与えればいいのかわからない、そんなお悩みを解決する僕が普段実践している水やりについて徹底的に解説していきたいと思います。ズバリ水やりのポイントは土の乾きと潤い、このメリハリです。まずはじめに本日の解説動画の大前提として、水やりに正解はありません。というのも観葉植物の種類だったりとか大きさ、植わっている土、部屋の気温や風通しの良さなど様々な要素によって水やりのタイミングっていうのは変わってきます。なので皆さんが育てている部屋の環境によって水やりの頻度というものは大きく変わってくるので、マニュアルというものは作ることができません。ネットや YouTube などで土の表面が乾いたら水やりをしましょう、1週間に1回水やりをしましょうなどという情報が出ていると思いますが、それ通りに育てていても植物は枯れてしまいます。でもネットや YouTube で見た水やりの情報というものが間違っているというわけではなくて、たまたま育てている環境に合っていなかったということです。植物を上手に育てていきたいというふうに考えているのであれば、人から聞いた情報だけではなくて自分の環境に合わせた水やりというものを学んでいく必要があります。少し水やりについて熱く語りすぎてしまいましたが、植物を上手に育てていきたいのであれば今日の動画をきっかけにぜひ水やりについて本気で向き合っていきましょう。まずは水やりのタイミングについて解説していきます。そもそも植物の水やりというものは、植物が成長するために根から栄養素や光合成で作られた糖分を植物全体に運搬するために必要になってきます。なので土にたくさん水がある状態や植物自体が水をたくさん保持している状態という時は植物に水やりはしなくても大丈夫です。つまり水やりのタイミングというのは、植物が植わっている土が乾いてきて植物がまるで喉が渇いている状態という時に水やりをしてあげるのがベストになってきます。といっても植物が喉が渇いている状態というのはなかなかわからないと思うので、一つ例を挙げていくと、土の表面 2,3 センチくらいが完全に乾ききって、鉢の中の土も乾き出してくるタイミングで水やりをしましょう。え、それって乾かしすぎじゃないの？というふうに思う方もいらっしゃると思いますが、植物は過保護にせずある程度スパルタで管理した方が元気に丈夫に育ってくれます。植物は土が乾くと枯れてしまうんじゃないかというふうに考える方も結構いらっしゃるんですけど、土が乾いて水がなくなってしまった状態になると植物は土の中に根をどんどん伸ばしていきます。根を伸ばすということは植物が健康に育っている証拠でもありますし、根の量が増えてくれば植物が大きく育つことにもつながりますので、水やりのタイミングをうまく使って植物自身に根を伸ばしてもらう必要が出てきます。一方で過保護に水やりをしすぎてしまうと植物の根の周りに常に水がある状態になってしまいます。このような状態では植物は根を伸ばさなくてもいつでも水分を得られる状態になってしまって、根を伸ばすということをしなくなってしまいます。そうなると乾燥に対してとても弱くなってしまって、弱々しい植物になってしまいます。さらに土が湿った状態が続いてしまうと根腐れを起こしてしまう原因にもなりますので、水やりをしようかどうか迷うタイミングが出てきたら絶対に水やりをしないという選択肢を選ぶようにしてください。まあといっても植物の葉っぱが、まあ、黄色くなったりだとかしおれてきたり、植物にシワが入ってきたりする状態というのは植物の体内にある水が少なくなっていて水を求めている状態になるので、そういった植物の水やりのサインが出てきた時は必ずすぐに水やりをするようにしてください。次に水やりの量について解説していきます。これは本当にシンプルで、鉢底穴から水が大量に流れ出てくるまで
たっぷりと水を与えるようにしてください。たまにコップ1杯水やりしていますとか、1回の水の量は 200ml ですみたいにすごい少ない量を与えている方がいらっしゃいます。でもこのやり方だと植物が枯れてしまいます。正しい水やりの量というのは植物が植わっている鉢全体に水が行き渡ることが大切になってきます。コップ1杯とか 200ml ではとても全体に水を行き渡らすことはできませんので、少し時間はかかってしまったり手間になってしまうんですけど、何回にも分けて水を繰り返し与えていくことが大切です。僕は鉢底穴から水が流れ出てもその1回で水やりはやめずに、水が出るのが止まってきたらもう一回水やりを行うようにしています。先ほど水やりのタイミングはメリハリが大切というお話をしましたが、水やりの量に関してもメリハリが大切です。一回の水やりの量が少ないとすぐに土が乾いてしまって管理も大変になりますし、土の一部分だけ乾いてしまってそこの部分の根が枯れてしまうということにもなってしまいます。1回の水の量はたくさん与えるようにして、水で土の中の空気を入れ替えることも大切になってきます。ここで普段僕がやっている水やりをお見せしたいと思います。まずは土全体に水が行き渡るように水を与えていきます。土全体に水が行き渡るとこのように鉢底から水が流れ出てきます。これで満足せずに水が止まったら再度水やりを行います。これでようやくたっぷりと水やりをすることができました。今日お話しした2つのポイント、水やりのタイミングと水やりの量、この2つが分かれば植物を上手に育てられるようになるので、今回の動画の内容をもとにぜひ植物の水やりにチャレンジしてみてください。今日お話しした水やりとセットで大切になってくるのが植物に風を当てることです。水やりをどれだけ完璧にやっても植物は風がないと枯れてしまいます。ですが風に関して話し出すとちょっと動画が長くなってしまうので、風についてのお話は次回の動画でお話ししていこうと思います。ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただければと思います。今日の水やりの動画が参考になったと思ったら動画にいいねをよろしくお願いします。また植物のことで質問や相談があればぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。